ヘルマン・グロスマンヘルマン・グロスマンはドイツの軍人。ナチスドイツの時代、親鋭隊であるベルニゲローデ収容所やボーフム・フェライン収容所の所長を務めた。最終階級は親鋭隊中尉。ヘルマン・グロスマンは1939年8月末からブーヘンバルト収容所に配属された。1940年5月の時点ではブーヘンバルト収容所監視隊長を務めており、 1943年3月からベルニゲローデ外部収容所に所長として赴任した。同収容所では1938年からラウタンベルケン社あるいはベルニヒヒベルケ社と呼ばれていた企業に対し、軍用電源機材の部品などを製造する系金属、鋳造工場の労働力として囚人を提供していた。1944年6月、 同じくブルヘンバルト収容所の外部収容所である、ボーフムフェライン収容所に所長として赴任し、1945年3月の収容所解放まで勤務した。1944年12月の時点で、ボーフムフェライン収容所には建設作業や工場労働に投入するための収容者が1600人以上収容されていた。敗戦後、 グロスマンは、ブーヘンバルト主要裁判の一環として開かれた、ダッハウ裁判の中で起訴された。グロスマンは連合国軍の捕虜を虐待、虐殺したとされ、また、彼が空襲中に、ソ連人捕虜を射殺していたという信憑性の高い、目撃証言もあった。1947年8月14日、グロスマンに対する死刑判決が下る。 1948年11月19日、ランツベルク戦犯収容所にて、公主刑に処された。ありがとうございます。